松並ゆいです。さあ今日はもう飲みに行きましょう。プレゼントが届いてるよ。どうしたの？ねえねえ、体重はバッチリだね。はい、何です？嬉しいか？はい、何です？はい、何です？ねえねえ、仕上がりだね。まあまあかな。はい、何です？ねえねえ、ねえねえ、クエスト達成、やったね。お、いいじゃないの。いい感じだね。何です？クエスト達成、やったね。ちょっと聞いてよ。
気合い十分だね。いい感じだね。どうしたの？こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カタノハービー SWBC 出走の結果が出ました。さあ、ちょっとドキドキしますよね。感染なんだろうこれ。おー、なんか裏と表っていう感じやな。お、2番人気、意外と人気ある、びっくり。5頭出てるだけで2番人気はすごいな。一応20丸1個だけついてます。1番人気は 3.8 倍、武豊鞍上のキャンディーピュア。我が、2番人気で、3番人気が藤田真嗣鞍上のモンブランとなっておりますね。まあ3連勝、キャンディーピュアで言うと、なるほどね。うん、あまり勝ってないような。モンブランは上がり馬ですね。ここまで順調にデビューから勝ち上がってきた。テンペストプレインは G2 すら勝ってないのか。でもそれから2連勝と。成長してるのは怖いかもしれないですね。ルートブルームがまあ2連勝。G1 でもなかなかの戦績ということで。いい勝負できるような気はするんですよけどね。さあ、どうでしょう。お、かわいい。これ、さあ、いよいよ SWBC の発送ですね。さあ、歴史を紡いで、ブラッドスポーツ、競馬の最高峰でいいのかな、SWBC。さあ、スタートは鍵になってまいります。7区10番ですね。スタート。ちょっと微妙なスタートか。でも、そんな悪くはないですね。さあ、何番、オルコックアラビア、大逃げです。
その2番手グループが本当に混戦で6頭固まってますよね。人気のキャンディーピアもここの集団にいます。ルートブルームはしんがりか。コロイバル、うん、モンブランもいる。有力馬がこの辺にいますね。さあもう仕掛けに行くのか。ディープは先に動いた。モロコカーダビアがすごいですね。そうそう止まらないの。さあ一気に他のまあ北がちょっと出遅れてるぞ。カタノハービンはこれはダメだ。バイアリーターク、うーん惨敗、まさかの惨敗。これはつらいな。こんなに負けるとは思わんかった。大きな挫折を味わってしまいました。ちょっとしばらくは出せないですね。これはSWBC は。ちょっとこれは悔しいかな。はい、というわけで非常に悔しい結果となってしまいました。まあ次回以降は無理をせずに G1 WBC ぐらいまで出してですね、着実に稼いでいきたいと思います。はい、SWBC はほぼ引退レースになるでしょうね。これではまあ着実に堅実なレースを走らせて力落ちを防ぐようにしたいと思います。はい、ゲーム、はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。